アンジャル・ギマラーは、スペイン・サンタクルスでテネリフェ出身の著作家、詩人、劇作家。カタルーニャ語で執筆し、19世紀後半のラナシェンサ、運動に尽力した。その作品がヨーロッパ中で上演された19世紀、カタルーニャ唯一の劇作家である。1904年には、フレデリック・ミストラルと共に、ノーベル文学賞を共同受賞する予定だったが、 結局実現しなかった。アンジェル・ギマラーとも、スペイン語読みは、アンヘル・ギメラ。アルバンドレーにあるギマラー家サンタクルスにある、ギマラー劇場ギマラー劇場前にあるギマラーの、銅像父親は、カタルーニャ人であり、母親は、カナリア諸島人であるが、両親は、正式には結婚していなかった。このような境遇は、後に、彼の作品に、幾度も登場するテーマとなっている。 1845年5月6日、大西洋のアフリカ大陸沖合に浮かぶカナリア諸島、テネリフェ島のサンタクルスでテネリフェに生まれた。アンジャルが8歳の時に、ギマラー家は、スペイン本土のカタルーニャ地方に転居し、父親の出生地である、タラゴナ県アルバンドレイに落ち着いた。父親の死後には、カタルーニャ地方の首都バルセロナで勉強した。当初はスペイン語で、 文学活動を行っていたが、やがて、カタルーニャ語で、ジャーナリストとしての活動を行うようになった。1871年には、週刊誌、ラ・ラナシェンサの創刊者の一人となり、この雑誌は、ギー・マラーの監督のもとで、日刊誌となった。1875年には、花の縁で、佳作となり、翌年にもこの誌下協議会で受賞した。 1877年にも受賞したことで、3度受賞した者に与えられる楽しい知識の詩という名誉称号を得た。1889年には花の縁を主催する立場となった。ディマラーは人気の演劇脚本をいくつも執筆しており、ディマラーの作品は他言語に翻訳されたり、スペイン国外でも上演された。 ギマラーは、カタルーニャ語を文学言語として復活させる19世紀、後半のラナシェンサ運動に尽力した。当時のカタルーニャ地方では、フラデリックスレールの喜劇などが流行していたが、ギマラーは現代カタルーニャの悲劇というジャンルを生み出した。1888年のマール・アイチェルで大きな成功を収め、この作品は発言後に翻訳されて、ギマラーの名を国際舞台に知らしめた。 この作品から1900年までが最も多産な時期であり、1894年にはマリア・ローザを、1897年には定地を、1900年にはラフィリ・デル・マールを表した。ディマラーは当時のカタルーニャ人の生活を現実主義的な手法を用いて書いた劇作家である。定地は15の異なる言語に翻訳されており、スペイン語翻訳版は、 スペインやラテンアメリカ中にあるエンリク・ボラスの劇場で30年間にわたって定期的に上演された。英語翻訳版は1903年から1936年までの間にニューヨークの3つのブロードウェイの制作会社に受け入れられた。また、この作品は6度映画化されており、アメリカ制作の無声映画マーサー・オブ・ザ・ローランズやレニリー・フェンシュタールの ティフロントなどがよく知られている。定置を原作とする日本のオペラも制作されており、オイゲン・ダルベールによるドイツ語のオペラ、ティフロント、フェアノン・レボーンによるフランス語のオペラ、ラ・コットロンがある。1900年から1924年は劇作家としてのご反省にあたる。1九百五年のソル・ソレットや1九百六年のエル・テロアなど前世紀のトーンを持つ作品もあったが、 1902年のアイグアクコレなどのブルジョアを主役に据えたドラマ1907年のラ・サンタ・エスポイナなど幻想的な要素を持つ音楽歌1917年のインデブル・アイ・マンドニなど史実に基づいたカタルーニャ民族主義者の芝居など新たなジャンルに取り組んだ詩人や劇作家として活動する傍たらギマラーはカタルーニャ民族主義に傾倒した 彼にとって創作活動とカタルーニャ民族主義は表裏一体であり、文化的、言語的な規範化を民族主義政党のいかなる考慮よりも高い優先度に位置づけていた。ギマラーは常にカタルーニャ民族主義の宣伝と闘争に参加した。1889年にはカタルーニャ主義組式であるリガダカタルーニャの会長に選出された。 1906年に行った政治演説ではカタルーニャ中の声をキャンツ、エーラ・パトリアにまとめた。1911年にインスティテューダ・ストゥディス・カタランスが設立されるとギマラーはその初期のメンバーとなった。ギマラーはその初期に詩人としてやがて劇作家として名を残したが、それ以外には エル・ゴーズ・デ・カーサと1890年のエル・メン・ジュエウという2本の長編3文小説、1917年のローザ・デ・リマという1本の短編小説を書いた。また、劇作家として活動する間も、詩を書き続けている。ギマラーは23回もノーベル文学賞にノミネートされたが、政治的な意見表明が議論の対象となったことが、理由で、 結局その死去までに受賞することはなかった。1904年には、プロバンス語作家のフレデリック・ミストラルと共に、ノーベル文学賞の最有力候補となり、少数言語の文学に貢献した功績で共同での受賞が予定されていたが、スペイン中央政府の政治的な圧力でギマラーの受賞は不可能となり、スペイン語劇作家の補正チェガライン・アイサギレが、ミストラルと共同受賞した。 出生地のサンタクルスでテネリフェにあるカナリア諸島最古の劇場は1923年に彼の名を冠したギマラー劇場に改名された。1924年にバルセロナで死去するとバルセロナではそれまでになかったほど大規模な国葬が提案された。戯曲、定地はバルセロナに住むマーサという貧しい少女の物語である。マーサは カタルーニャの定地で最も重要な土地所有者である、セバスティアーに恋する。セバスティアーは土地と財産を守るために、ある身分の高い女性と結婚することが決まっている。セバスティアーは、マーサと関係があるとする噂話をもみ消すために、マーサを愛人として囲いつつ、ピレネー出身の若く純朴な羊飼いマネリクと結婚させ、町の工場に隣接する家を彼らの新居にあてがう。 マーサは、横暴な愛人と思いやりある夫の間で心を引き裂かれる。定地以外によく知られたギマラーの戯曲として、差別を受ける女性アガタの物語である、ラフィリ・デル・マールがある。アガタとは、宝石のメノ能のことであるが、死生児である彼女は、異教徒であるムーア人との間に生まれた事実が無別の対象となっている。 アガタをのけものにしようとしない数少ない人物の一人がバルタサネットであり、バルタサネットは私たちだって生まれた時はみんなムーア人だという。アガタは自身が名もない人間であり、迷惑な存在であることを強く意識している。彼女はみんなが私を嫌っているけど、私がどんな悪いことをしたって言うのと問う。彼女が直面する差別は、 最終的に彼女の死につながる。定地のワンシーン、海の娘の台本。ありがとうございます。